今回もストーンハースの実況やっていきましょう。前回はウナが参入して、そして全てなかったことになったよね。経験を積んだんです。強くてニューゲームです。都合のいい解釈だよね。ということで、また最初から遊びます。これまでの浅い経験から、序盤の進め方はあんな感じがいいかなとか、そういう案があるので実践してみようと思います。サクサクいきますよ。ということで、まずはキャラ作成ですが、あまりこだわらずにこんな感じ。お、今度はウナもいるじゃん。今度のウナは頭が良くて体が弱めだよ。そうそう、ウナは頭はいいけどちょっとか弱い少女だからね。本当に？はい、最初の所持品は食料をたっぷりと。スポーン地点は鉱物資源が多めの場所に、入植地は山の中腹の少しだけ広い場所にしました。それで最初はどんな感じで進めるの？木を切るのは変わりませんが、早めに農業を始めておこうかと。前回飢えに苦しんだ教訓だね。ということで、ウナを木工士に任命しまして。頑張るウナギ。同時に姫ちゃんを農夫に任命します。姫ちゃんって木の精霊だっけ？ならぴったりだ。いや、木は育てないし、ぴったりではないのかな。いいじゃん、ぴったりってことで。そうだね。それでは畑を作りましょう。畑は物置場と同じように区域を設定することで作れます。とりあえず開けた場所に畑を作る範囲を指定して、指定だけに指定範囲を指定したら、育てる作物を決めます。農夫のレベルによって育てることのできる作物が違いまして、最初はカブと人参とかぼちゃのみです。適した季節もあるんだね。今はどれを植えたらいいんだろう？それがわからぬのじゃ。なしてですか？季節がですね、明確に記されてないんですよ。右上に情報は書かれてるけど、雨の月っていつだよって感じだし、虹のマークもよくわかんないし、右の四角アイコンに至っては本当に意味がわからない。どうせゲームは春から始まってるでしょうという推測で進めていくしかないのです。結構大事な要素だと思うけどね。まあ全部植えればいいじゃんということで。農金戦法やめて。で、入植地の名前は変わらずキリタン町。これこそ変えるべきだと思うの。旗も前回と同じものを選びます。そしたらウナに木箱を作ってもらって、あ、どうせだから作業の様子でも眺めておこう。ふっ、我ながら可愛いぜ。はいはい、ウナかわウナかわ。適当に流さないで。でも事実だしな。それで作った木箱には食べ物を収納します。やっぱり食べ物が野ざらしだと汚いもんね。そしてそして、マキさんを歩兵に任命。またマキさんが歩兵なんだ。偶然、マキさんの能力値が歩兵にぴったりだったんだよね。歩兵。歩兵には任命しますが、襲撃までは普通に運搬などをやってもらいましょう。そして石を掘ろうとしてたら、本日の更新が来ました。結果は、なんと1日目なのに、条件をクリアしていました。やるじゃん。ということで、ズン姉様をお迎えです。キリのお姉さんだ。ちなみに、ズン姉様の能力値は、思考が2、心肺が6、精神が4。見事な戦闘民族でございます。ズンダのために戦うのです。続いては、ゆかりさんを石工に任命。そして石工が作れるアイテムの中に、とっても便利なものが2つあるのです。便利なもの、それは何？あ、その前に、ゆかりさんが石工になる瞬間を眺めていましょう。もったいぶるね。ペッテレ。あ、ごめん、まだ先の録画だった。もったいぶるね。次の録画は、姫ちゃんのお休みタイム。姫ちゃん以外も、みんなお休みです。みんな地べたに。私なんて、石に埋まって寝てるからね。で、ツン姉様はそこで一体何をしてるんでしょうね。時間が止まっとみたいになってる。段差が邪魔になって動けなくなってるという説を押します。いやいや、一段の段差しかないじゃん。でもたまにこういうことがあるんですよ。ハースリングたちが段差に弱いって理由、わかったでしょ？あ、採掘の指示を出したら動き出したよ。あれもしかしてやることがないから立ってただけ？でも物資の運搬とかできるでしょうに。あ、運搬のチェックが外れてた。チェックを入れたら普通に動き始めたね。段差が原因じゃなかったね。デヘペロ。あ、寝てる様子が可愛いんじゃ。可愛いのと地べたでかわいそうという感情が重なって手がジーンとしてきたよ。ちなみにこの BGM、寝てる子の近くに来たら勝手に流れるゲーム内 BGM です。あ、起きた。こっちでは、ゆかりさんとマキさんが就寝。キリ、普通に足蹴りするのやめて。この世界に当たり判定はないので大丈夫です。ここも当たり判定が消えている世界なのか。あ、ゆかりさんが先に起床。マキさん、雨の中でこんなに寝たら風邪ひいちゃうよ。これを見ると、早く家を作らなきゃ、という気持ちになりますね。ということで、家を建設します。今回は寝床の確保を優先したいので、用意されているテンプレートを流用します。現在のハースリングは6人、すぐに増えることを想定して、4人部屋を2棟、作ろうと思います。用意されているやつでも、十分なセンスがあるね。でもこれ、回転ってできないのかな？
上の方にあるさ、二つの矢印のアイコンじゃない。あれは元に戻すと先に進むのアイコンなのよね。よし、調べてきましょ。調べてきました。早すぎる調べ物、私じゃなかったら見逃しちゃうね。コンマとピリオドで回転することができるようです。まあ、回転できないわけがなかったね。ということで、ちょっとスペースを空けて建設します。空いた場所には何を作るの？ハースリングが想定より早く増えたら家を増やすし、そうじゃなかったら食堂でも作ろうかなと。食堂？みんなでのんびりワイワイ食事ができるんだね。ちゃんとした場所で食事をとると新情緒にプラスがつくのでね。見た目だけじゃなく、円滑にゲームを進めるためにも必要なんです。ということで、まずは家の建設、よろしくお願いします。よろしくお願いします。家の建設中ですが、本日の更新です。今回もクリアだね。どうも、建物を建てると、総資産が白上がりするらしい。どんどん建てていきたいね。でもどうだろう、リムワールドでは、総資産に応じて敵の襲撃が激しくなったから。ああ、それじゃあむやみに増やしすぎるのも良くないのか。ほい、新しいハースリングは、アカネちゃんです。かわいいアカネちゃんの登場やで。アカネちゃんの能力は、思考が3、肉体が2、精神が6。精神が高いね。どんな職業が合うのかな？精神が高いと動物の扱いがうまいらしいので、羊飼いという職業があるので、それがぴったりだと思います。羊飼いアカネちゃんか、ええやん。でしょ？ただ、羊飼いは上位職なので、まだまだ先のお話です。その手前にはナスという職業があるので、アカネちゃんにはそれになってもらいます。そして建設中の家の床で、お休みのズン姉様。木のぬくもり、感じられていますか？次の夜はきっと、ふかふかのベッドで寝られるからね。さて、そんなところで、今回はここまでにしましょう。前回の終わりの部分ぐらいまで、戻すことができたかな？ 1 時間もかからずに4パート分回収できたぜ。では、また次回をお楽しみに。また見てね、うなぎ。